どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回はチャンネル登録者5万人を記念して今まで投稿してきた動画から私が厳選した映像をご紹介していきたいと思います。一度見たことのある映像が大半かと思いますので、ぜひどの映像が来るのか予想してみてください。それでは早速本編に進んでいきましょう。最初にご紹介するのはトラウマ絵画代表の苦痛に満ちた男。この絵は2010年に表舞台に登場してから見たら死ぬ絵として大きな話題になりました。使われた絵の具には作者の血が混じっている。完成した後、作者は発狂して自ら命を絶ってしまったといった不気味な噂も存在しています。詳しい絵の紹介は概要欄にあります別の動画をご参照ください。今回ご紹介するのはそんな不気味な絵をカメラで記録した映像。いかにも何か起こりそうな雰囲気ですが、映像には奇妙な現象の数々が確かに記録されていました。ラップ音が鳴り、近くにあった物が落ち、ドアは一人でに閉まる。霊現象のスペシャル定食のようなすごいラインナップですが、映像の雰囲気、苦痛に満ちた男の不気味さ、全てが完璧な孫うことなき恐ろしい映像でした。お次にご紹介するのは2009年にとある動画投稿者が廃墟の学校にやってきた映像。学校に入ったのは投稿者とその友人だけなんですが、動画内にはもう一人見知らぬ人物の顔が映り込んでいました。まあ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 、ここ段差あるね。おい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 。カメラが大きく右に振られた直後、画面に映り込んだのは不気味な顔。投稿者によると、この顔については編集するまで全く気づいておらず、一緒にいた友人は自分よりも背が高いためにこのような映り方をするはずがない。何よりもこの顔は自分と近すぎる。投稿者はそう言っていました。お次にご紹介するのは親子がかくれんぼをする映像。投稿者が部屋に入ると娘は誰かとかくれんぼをしているのか目を隠して数を数えていました。投稿者が誰とかくれんぼをしているの？そう聞いてみると、娘は近所に住んでいる友達だと答えます。小さい子供が架空の友人と遊ぶことは珍しくありません。投稿者は今度は自分と一緒にかくれんぼをしようと提案し、二人はかくれんぼを始めました。投稿者は数を数え娘を探しに行きます。アリアナ、 Could you be in the closet? Gotcha! アリアナ、アリアナ、アリアナ。アリアナ。See you behind the dresser. Rihanna?
最終的にベッドの中に娘を発見するんですが、そうなるとおかしな点があります。かくれんぼ中に階段から落とされたボール、あれは一体誰が落としたんでしょうか。また投稿者が寝室に入った際、テレビの奥にある隙間に誰かいるように見えます。娘が遊んでいたのは本当に架空の友人だったんでしょうか。お次にご紹介するのはニコニコ動画に投稿された映像。動画は投稿者がギターの練習をするというもの。時刻は夜、かっこよくエレキをかき鳴らす投稿者なんですが、それを見に来た何者かの姿がカメラにははっきりと映っていました。窓ガラス左上にご注目ください。ぬるりと現れたその顔は投稿者をじっと見つめています。その顔は何を訴えているんでしょう。恨みを持っているのか、はたまたギターの音色に引き寄せられたのか、真相は分からず、その顔は投稿者によって遮られた後に姿を消しました。お次にご紹介するのは子供にだけ見えてしまっている系の映像です。二人の少女は楽しそうにご飯を食べているんですが、その顔は次第に恐怖の色に染まっていきます。手前側に座る少女が突然、誰もいないはずの奥のスペースに意識を向き始めます。そしてその表情は先ほどと違って何かに怯えているようです。Oh, why, mommy? Look at me. What are you scared of? The fish? Oh, the fish died. What? Nothing, honey. Are you misunderstanding?最初は何がそんなに怖いのかわからなかったもう一人の少女も、奥にいる何者かに気づくと突然怯え始めました。私たちには何も見えませんが、この二人の様子を見るに何かがいたのは間違いありません。あの暗闇に何がいるのか、皆さんは少女は何を見たんだと思いますか。はい、ということで今回は私が厳選した心霊映像をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。前回の記念動画はかなり時差があったので、今回はタイミングよく投稿できてよかったです。投稿頻度が毎度遅くなっているゴンですが、皆さんからのコメントにいつも元気をいただいております。マイペースな更新ですが、これからも一緒に映像や写真、階段で怖がっていただけたら嬉しいです。ということで今回はここまで。いつも最後までご視聴ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイなら。